はい、こんにちは。今回はね、まあ、こちらの車を、ご紹介いたします。で、こちらの車は何なのかと言いますとですね、これは珍しい、車で、ミニカーとしては1985年、ちょうど私が生まれたぐらいの年なんですが、今からもう35、36年ぐらい昔の話なんですが、まあ、登場したもので、その時でクラシックカーのミニカーとして出ていたものです。で、この形から恐らくは推測するにですね、かなり大昔の車で、ライカー電動トラックという車がモデルだったのではないかというふうに思います。ライカー電動トラックっていうのは、この車は自動車の歴史の一つの、短距離となったと。1898年に A.L. ライカーが開発したこの箱型トラックは、当時のライカーによる他の設計でも使われている2つのモーター車両を特徴としており、どちらのモーターも後輪と連動していたと。で、ボディは鉄板で、屋根と側面には鉄板の節縄目と塗装を施し、タードが塗られているぴったりした防腐材料を割れていたと。で、後尾に扉が付けられ、荷物の積み下ろしを助けるようになっていたと。この後数十年にわたってトラックに採用されたアイデアであったということで、このライカー電動トラックっていうのが、まあ、出てきたわけです。これが1898年のことです。ですから1800年代というと、まだベンツのパテンモントールバーゲンという車が出てた時代ですから、まあ、それが出たのが1886年なので、まあ、その大体4年後ぐらいにこれが出てきたわけですが、まあ、当時の、まあ、自動車といっても本当もう自動車でも大昔なので、もう一番初期の頃ですね。もう100年以上前の話なんだけど、初期の自動車で、初期の自動車っていうのは、まあ、本当に正直言って大金持ち、もうお金持ちの人じゃないと車なんて乗れなかったわけです。だから運転をするのはもちろん、なんていうんですかね、お金持ちが、乗るだけ、助手席に座るだけでもですね、大変名誉なことだということで、当時は車を運転できる人ってのは一部限られた人だったんですね。で、大半のお金持ちは運転をする人もいれば、中には運転手を雇って、運転させると。で、それで自分はその横に乗り込むというふうなことをしていた。まだ自動車というのが今でこそ誰でも必要なものとなりましたが、この当時は自動車は贅沢品だったと、そういうふうな呼ばれていた時代の車です。ですから、まあ、このライカー電動トラックっていうのがあって、しかもこの時代に電気自動車があったわけですからね。1800年代にね、まだガソリン車だったもん、真新しいと言われた時代にですよ、電気自動車というものがすでに存在をしていたということは驚くべかされる意味事実なんですが、まあ、このようになっていて、ライカー電動トラックはこの大きなホロが、特徴で、で、まあ、この形を見ても分かるように、一番初期の車ってのは、馬車みたいな感じ、ちょっと前までは馬車が走ってたから、まあ、その、ホロなし馬車なんて言われましたけども、まあ、要するに、馬がいないんですね。だから、ここにハンドルがついていて、この丸ハンドルで、こう、動かすということです。ですから、今の自動車というものから考えると、ちょっと変な形をしてるかもしれないんですが、奇妙に思われるかもしれませんが、当時の時代は、馬が敷いていく馬車というのが、まあ、当たり前のようにあった時代だったので、その馬が時代とともにだんだんなくなってきて、こういう自動車が活用されていく時代だったと。で、そこでこのライカー電動トラックは電気自動車を作り、そして、トラックを作ろうということで、で、それでその電気自動車を使ったトラックというのを作っていった。だからこれでもう馬が、いる必要がないということでね、馬がいなくてももう働けるような、自分で働けるような車というのを作った。当時としては画家的なことだったんですね。で、こういうふうになっていて、それよりも珍しいやつです。このが、1985年に今登場したんです。で、当時の時代っていうのは、まあ、ちょっとしたクラシックカーブームっていうのがあって、
まあ85年はもうすごいバブルの巻き返っていましたから、その大昔の車って一体何だったんだろうかっていうことで、そういうちょっとしたなんつうんですかね、こう時代が暮らし空間に興味を持ってる人も少なからずいたんですね。で、それでまあこういった車があるよということでご説明をさせていただいたかなという感じでございます。でもまあなかなかのこれもね、貴重な車なので面白い車で、85年の限定品としてこれ出されたと思うんですが、今ではないやつです。これはマジョレットか。マジョレットのミニカーでこんなでかいのもね、まああるよということです。43分の1ぐらいの大きさですかね。というわけで、どうもありがとうございます。